限られた資源しかない海洋で生活する多種のプランクトン。プランクトンのパラドックスとは、海洋生態学において、限られた資源しかない海洋で、多くの種類のプランクトンが共存できている状態を、指す。限られた資源しかないニッチを、複数の種で取り合った場合、最終的にわずかな種が多種を絶滅に追いやるという、競争排除則があるが、実際には多くの種が存在し、 矛盾していることを意味する。この概念は、ジョージ・イブリン・ハッチンソンによって1961年に提唱された。ハッチンソンはまた、海中の光勾配や攪乱、プランクトン同士の愛理共生、語り共生、海洋の環境変動などを考慮に入れることで、この矛盾が解消されると提案している。また他の研究において、多くの種類のプランクトンが共存できている理由を、 説明する理由として、サイズ選択的な捕食、時間的、空間的な住み分け、使用の緩慢などの環境変動などが挙げられている。また、研究者の中には、海洋環境は様々な環境要因が常に相互作用しており、プランクトンの生息地は単独種が優先的になるような平行状態に達することがないという見解を示す人もいる。ありがとうございます。